こんな特徴をお持ちの人は心に解消できない闇を抱えているかもしれません。はい、皆さんこんにちは、かんちゃん住職です。皆様はご家族とか、あと親友などね、自分の身近におられる人たちの心の内や、どんな時にどんな気持ちを感じていらっしゃるのか、などね、そういった心理状態を理解するのは得意な方でしょうかね。おそらくね、完璧にね、わかる方っていうのはこれなかなかいらっしゃらないと思います。そもそも心が動かされるものや、その人の心理というのはこれ言ってみれば、人それぞれの個性ですから、他人の心の内までね、全てを理解することは至難の業ですよね。なので、いつも明るくて元気に見えるような人でも、実は心に闇を抱えていらっしゃることがございます。心に闇を抱えている人はね、これ意外と笑顔を浮かべているもんでございますよ。そんな心の闇を理解することができれば、人知れず闇を抱えていらっしゃる人に対する上手な接し方とかね、自分自身が抱えている場合の向き合い方がね、分かるようになります。そこで今回はそんな心の闇を抱えている人の特徴についてお話ししていきたいと思います。よかったらチャンネル登録、グッドボタンもよろしくお願いいたします。また動画のね、この感想などコメント欄にアウトプットなさってみてくださいませね。公式 LINE へのメッセージをお待ち申し上げておりますよ。それでは行ってみましょう。世間で言うところの心の闇と仏教で言うところの心の闇には、これは実はね、大きく3つの違いがございます。まず1つ目は共通性、2つ目は影響の長さ、そして3つ目は闇が消えるのにかかる時間。この3つがね、挙げられております。冒頭申し上げました通り、心理は人それぞれの個性のようなものですから、当然抱える悩みも違えば、その悩みの捉え方も十人十色で違います。それはね、生まれつきの性格やその後の家庭環境など複雑な原因が絡み合って生まれた悩みでございますので、その種類や悩みの程度の差は人それぞれ違ってくるわけでございます。そこで世間で抱く心の闇と仏教で説かれる心の闇は違うと申しましたけれども、例えば世間で抱く心の闇の影響を受けるのは今生きている間でございます。一方、仏教で教えられる心の闇は無明の闇と言われます。この闇はね、欲とか怒りのような煩悩ではございません。無明というのは明かりがないところ、つまり暗いということです。ここで言う暗いというのは、わからない、はっきりしない、暗い心といった意味になります。では何がはっきりしなくてわからないのかといえば、後世をね、知らざる心、つまり今この人生を終えて生まれ変わる未来世のことを五章と申しますけれども、この五章に暗い心のことを無明の闇と申します。仏教で教えられる心の闇は、つまり死んだらどうなるかわからない心ということになります。寿命が尽きたら私たちはどうなるんでしょうかね。一度死にそうになりながらもまだこの世に戻ってこられたという臨死体験をなさった人の証言などはですね、世界中で多数聞きますけれども、基本的には誰しも死んだらどうなるのか分かりませんので、あの世がどうなっているのか無明の闇に包まれているし、誰しもいずれ寿命が尽きて亡くなっていくわけですから、意識するしないに関わらず全ての人が共通して抱いている心の闇と言えましょう。ところが仏教で教えるところに無明の闇というのは、この世だけの話ではないというんですよね。生まれる前の世界、過去世とかね、前世という世界から今この人生にその無明の闇を引き継いで持って生きているというふうに考えます。私たちはおぎゃーと言って生まれてから長い人で80年とか100年間という年数を生きて、やがてこの世を去っていきます。意識がなくなり肉体を召したところで、このかんちゃん住職という人間の一生はそこで終焉を迎えます。そこで何が終焉を迎えたのかといえば、肉体の終焉を迎えたわけです。ただし私たちの本体とも言うべき魂という存在は永遠不滅の存在でもございますよ。終焉を迎えた肉体から魂が抜け出てね、新たな次の人生に転生すると教えられる仏教では、これを輪廻転生と呼んでおります。魂の世界で私たちがこうやって生まれる前、それも果てしなくね、遠い過去からね、輪廻転生を何度も繰り返してきて、それで連綿と命をつないできた存在なんだと。そしてね、肉体が滅した後、また永遠の未来へと続いていくことを暗示されております。仏教では生まれる前の世界を過去世や前世、生まれてから寿命が尽きるまでのこの一生を現在世、そしていざ寿命が尽きて次に向かう先の世界を未来世と呼びます。この過去世、現在世、未来世を一括りにまとめて三世と呼んでおります。仏教で教えられる心の闇というのはこの三世を貫くもので、専門的には三世の合称と教えられます。そんな心の闇には、現在世的で人間的な心の葛藤と仏教的な無明の闇
闇というね、ずっと三世を貫く闇、つまりカルマという因縁を抱えているということをね、皆様ここではね、なんとなくね、ご理解いただければ幸いでございます。まあ、いずれにいたしましても自分が抱える心の闇に気づけないことの方が多いのではないかと思います。よほど意識しておりませんとね、自分自身では気づかないこともあるでしょうし、一人でネガティブな感情を抱えてしまっていることもあるでしょう。身近にいる人がね、一人で悩んでいないかどうか、最近なんか変だなぁと感じるような人が身近におられる場合は、その人は一人心の闇に向き合っていらっしゃるのかもしれません。そこでこっからは心の闇を抱えていらっしゃる人の特徴について8つ取り上げてお話してまいりたいと思います。そして動画の後半では、たとえネガティブな心の闇を抱えていたとしても、だからこそのメリットについても3つご紹介させていただければと思います。こんな特徴をお持ちの人は心に解消できない闇を抱えているかもしれません。心の闇を抱えている人の特徴8選、1つ目は真面目。真面目な性格の人はね、時間やルールをきっちり守られる傾向がありますよね。この真面目すぎるがゆえに心の闇を抱えてしまうことが少なくございません。時間やルールは絶対に守らなければいけないとね、厳しく自分を律しておられますので、仮に少しでも守れないようなことがありますと、自分はダメな人間だと思ってね、普通の人が考えられないくらい自分で自分を追い詰めて責めてしまいます。そうした真面目な性格はね、仕事や私生活にも影響を及ぼしていることがございます。ただし何事も完璧というものはありませんよね。その結果、どうして自分はスムーズに仕事ができないんだろうつってね、どこまでも追求してしまう真面目さから、また自責の念に駆られて負のスパイラルに陥ってしまうわけでございます。そうしたちょっとした蓄積が心の闇を深めてしまう原因になってしまうというわけでございます。心の闇を抱えている人の特徴8選、2つ目は愚痴や弱音を吐かない。愚痴や弱音を吐かないというよりも、吐けないと言った方がしっくりくるかもしれませんけれども、吐き出さないとストレスを溜め込んでいって、自分の中のモヤモヤを発散することはできませんよね。人にちょっとだけでもね、話すだけで、話を聞いてもらうだけでもね、気持ちは整理できるってことありますからね。それを吐き出すことで心の闇を消化できたという証拠でもあると言えます。心の闇をね、必要以上に抱えない人は、人に弱音を吐いたりとか、悩みを聞いてもらったりすることができる人でもあると言えます。私たちは自分の気持ちを言葉にすることで少しずつ整理することができるんですけれども、愚痴や弱音を吐けない人は心の闇を蓄積してしまいます。心の闇を抱えている人の特徴8選、3つ目は人前でいつも笑っている。心の闇を抱えていそうな人のイメージっていうのは、性格が暗い雰囲気だったりとかね、表情がないといったイメージが、これではネガティブなイメージが湧くと思うんですけれども、でも実は心の闇を抱えている人ほどね、その闇が深ければ深いほど、いつも笑顔といった傾向にございますよ。いつ何時誰に対しても笑顔を振る舞えている人ほど、心に闇を抱えてしまっている人だったりするもんでございます。これには大きく2つの理由が考えられます。一つはネガティブな理由なんですけれども、笑っていないと不安だからという人でございます。またもう一方はね、ポジティブな理由なんですけれども、笑顔を振りまいてね、自分を演じているというよりは、自分が接するその周囲の人に嫌な思いをさせたくないという優しい気持ちの表れとしての、そういった笑顔という方もいらっしゃいます。でも同じ人間ですからね、嫌な思いを抱えたりとか、不安や悩み事を抱えたりもいたしますよね。笑顔を振りまいて人のことをおもんぱかりながらも、ご自分のこともしっかり大切にしていただきたいと思いますよ。心の闇を抱えている人の特徴8選、4つ目は一人の時に突然涙が出てくる。例えば一人で過ごす夜にね、わけもわからず涙が出てくるという人は、心の闇を抱えている証なのかもしれません。その涙の理由が自分ではわからないという場合は、心の闇が深いものと思いますよ。特に精神面での疲労は、肉体的な疲労と比べて自分では気づきづらいと思いますので、自分の気持ちに正直で良いと思います。辛い時は辛い、悲しい時は悲しい、我慢するものでもありませんので、身近に話せる人がいる場合ね、その人の話を聞いてもらいましょうね。心の闇を抱えている人の特徴8選、5つ目、夢中になれることや趣味がない。夢中になれることや趣味がない人も偏ってしまいますので、知らず知らずのうちに心の闇を抱えてしまっていることがあるもんでございます。逆に仕事以外のことで自分が夢中になれることとか、大好きな趣味がある人っていうのは、そうした時間でストレスを発散して心を元気にすることができていますからね。でも仕事以外のことを何かお持ちでない方っていうのは、やはりね、私たち人間ですからね、ストレスや疲れは溜まっていく一方でございます。ストレスを定期的に消化できるようなものを見つけられて、そうした時間を作るというのも、これ生き生き豊かな人生を歩む上ではとっても大切なことだと思います。心の闇を抱えている人の特徴8選、6つ目はふとした時に目が死んでいる人。
ふとした時にね、目が死んでいるというのは、例えば周りに人がいる時は表情も豊かで特に気にもならなかったような人がね、一人の時にふと見ると目が死んでいるような、そんな人から放たれるオーラがどんよりしているような時は、心の闇を抱えていらっしゃる可能性が高いと言えます。たまたま一人の瞬間をふっと見かけた時に、その人の目が死んでいたら心の闇がある証拠だと思います。身近におられる大切な人はどうかなつってね、ちょっと意識なさってみてくださいませね。心の闇を抱えている人の特徴8選7つ目は、声が小さい。心の闇を抱えている人は話し声がとても小さい傾向にございます。話している相手に何度もね、え、なんて言ったの?なんつってね、聞き返されたりとか、発表する場面で緊張してだんだんと声が小さくなってしまったりとかね、そんな経験をすることでだんだん自信がなくなっていって、声量もだんだんと小さくなってしまっているということも考えられます。普段元気いっぱいの人でもね、なんか辛いことがあった時とかね、悲しい出来事があれば自然と声が小さくなったりもしますよね。人の声量ってね、その人のモチベーションを表すバロメーターでもあると思いますから、心に闇を抱えている人の場合、いつも元気がありませんしね、テンションが低いと思いますから、デフォルトで声が小さくなってしまうもんでございます。心の闇を抱えている人の特徴8選8つ目は、虚言癖。虚言癖がある人とのコミュニケーションや人間関係は嘘原因となる対人トラブルが多くなってしまいます。心の闇を抱えている人はそんな虚言癖的なね、そういった傾向にあります。心がすさみすぎて息を吐くように平気で嘘をつくような人もいらっしゃいます。自分を大きく見せたい場合の嘘とか、相手を騙して喜んでいる立ちが悪い虚言癖の方もいらっしゃいます。じゃあ虚言癖の人の心の闇とは一体何かと申しましたら、誰にも知られたくない事実とか、隠しておきたい事柄を抱えていたりとかね、あまりにも人から信用されなさすぎて周囲の人たちに注目されたいというこの寂しい気持ちを抱えていることも考えられます。もし虚言癖の人が抱える心の闇を解消してあげようと思われる場合はね、問題の大きな嘘だけ突っ込まれて、あとはああそうかそうかそうなんだとか言ってね、聞いてあげることから始めましょうね。その人をね、もう丸ごと認めてあげる、もう認知してあげることから、もう別にね、嘘なんかつかなくても受け止めてもらえるんだっつってね、そういった自分は愛されているんだってことがその本人が分かれば、虚言癖も改善されていくものと思います。ただしね、よほど親身になって付き合いたい相手でない限り、虚言癖である人とは、ね、こう一定の距離を置いた方が安全と言えるでしょう。ということでまとめ、心の闇を抱えている人の特徴8選、1つ目は真面目、2つ目愚痴や弱音を吐かない、3つ目人前でいつも笑っている、4つ目ふとした時に目が死んでいる、5つ目夢中になれることや趣味がない、6つ目一人でいる時に突然涙が溢れ出てくる、7つ目声が小さい、8つ目虚言癖の人。以上8つの特徴についてご紹介させていただきました。以上を挙げた8つの特徴のうち、最後のこの8つ目の虚言癖だけちょっと毛色が違うんですけれども、他の7項目に関しましては、心に闇を抱えていることで得られるメリットなんてものもございます。ということで、こっからはネガティブな悪い印象を持たれてしまうことの多い心の闇を抱えている人なんですけれども、そんな心の闇を抱えていることで得られるメリットを3つご紹介して、今回のお話を終わりにしたいと思います。心の闇を抱えている人のメリット3選、1つ目は人に共感して優しくできる。類は友を呼ぶとはこのことで、自分が心の闇を抱えていてね、辛い気持ちを体感的に分かりますから、他人の心のその闇にもね、これおのずと敏感になってしまいます。ですので人の辛い気持ちに共感をなさって、その気持ち優しくね、寄り添うことができます。自分が辛い時にどうしてほしいのかも分かっておられますので、本当に必要なものだけを注いで相手に寄り添ってあげることができるでしょう。共感できる優しい気持ちを得られたのは、これは大きな財産だと思いますし、そういうふうに受け止めましょうね。心の闇を抱えている人のメリット3選、2つ目は他人のいいところに気づく。まあこれもね、同じですよね。自分が経験してきたことだからよく分かるということがあるはずでございます。特に周りの人の目を気にしているようなところもあると思いますから、人の良いところもおのずと気づきやすい傾向にございます。おまけに自分に自信がないところもありますからね、周りの人に対してすごいなーとか言って相手の良さを素直に認めることもできるはずでございます。心の闇を抱えている人のメリット3選、3つ目は自分と対峙することができる。辛いことがあるときや心配事があるときっていうのは、そのことばかり考えてしまいますよね。考えて考えてしんどい気持ちになってしまうこともしばしばなんですけれども、自分自身の本当の気持ちと向き合うこともできる時間でもあるはずでございます。そうした自分にしか分からないような心情をも大切にできれば、心の闇はね、単なる迷いや悩みのね、元凶なだけではなくなります。問題の視点を変えられる自分を意識なさって、自分と向き合っていく、そういった時間を作っていけたらいいですよね。
ということでまとめ、心の闇を抱えている人のメリット3選、1つ目は人に共感をして優しくできる、2つ目他人のいいところに気がつきやすい、3つ目自分の心と対峙することができる、以上3つのメリットを挙げさせていただきました。心の闇っていうのは大なり小なり誰しも抱いていたりとか抱える可能性があるものでございます。でも抱えているものがね、大きすぎるときは心身ともに疲れ切ってしまいますよ。そんなときはとりあえずね、休養を取ってみたりとか、根本的な原因を把握するために自分自身としっかり向き合ってみたりとか、あとはね、人に話してみるとかね、これをやってるときはね、嫌なことを忘れられるってものが何かあれば、そうした好きなことをする時間を持つこともとっても大切なことですからね。本当に信頼できる人がおられたらね、話を聞いてもらうのもよろしいかもしれません。はい、ということでね、今回の話は参考になったよと思われたそこのあなた、ぜひね、チャンネル登録、グッドボタンもよろしくお願いいたします。まだね、気づいたこと、吐き出したいことなどはコメント欄にアウトプットなさってみてくださいませね。このコメント欄にね、なかなか書き出す勇気は持てないと思われる方もたくさんいらっしゃるかと思います。そういう方はね、公式 LINE にメッセージを送ってくださってもこれ大丈夫でございます。私しか言えませんのでね、あなたの心の声をぜひね、聞かせてくださいね。心の声を抱え込んでしまえば、それが心のね、闇を作ってしまう原因になってしまいます。あなたの心の声をね、お待ちして申し上げておりますよ。それではまた他の動画でお目にかかりましょう。かんちゃん住職でした。